さあどうもこんにちは、フレッチです。今回バトルボーンやっていきたいと思います。あ、使われた。オレンディで行こうかな。じゃあやってないキャラクターで行きたいからね。ということで今回はね、前回やってないモードですね。で、これはどうやら運ぶモードなのかな。こっちもこれどういうキャラクターなんだ。大丈夫かな。オレンディ、本当はね、オスカーマイク使おうと思ったんですけどね。僕はね、シューティング系が好きだから、あんまり近接のキャラクターをね、使えないんですよね。よし、もうすぐだ。さあ、こっち近接が1人、遠距離が4人と。まあまあのバラ。最低はモンタナ・ラーソン、シェイン・ド・オロックス、オスカー・マイク。シェイン・ド・オロックスと、まあ、モンタナが怖いかな。モンタナは体力あって、っていうのがあるから。さあ見て、ミニオンを指定されたロマで護衛するのかな。大型のミニオンほど捧げることで多くのポイントが獲得できる。先に500ポイントの達したチームが勝ちと。あ、まあ基本的にモバ系なんで、モバ系って言っていいのかな。なんであれですね、どっちかな。お化けなんで、ミニオンっていうね、NPC 運用するのが基本なやつか。どういうやつなの。いや、R2 が早めのやつで、L2 がなんか一気に出すやつか。動きがクソ早いね。A とか B とかあるから、そこに運ぶってことかな。お、当たる。これ当たるの、わかんない。まあ、とりあえず打ちまくりましょうか。で、アビリティ使ってみないとわかんない。L1 は何？戻れるやつですね、多分。後ろに。危険地帯に逃げば戻るってことかな。R1 は何だろう。あ、なるほど。あ、やば。さっき L1 使っちゃったからな。あ、ダメだ。逃げたのに。威力がない系ですね。 R1 が多分攻撃だと思うんで、使わないとな。ちょっと、はい、経験値ためないともうダメだぞ。最初に置いてかれるとね、攻撃系は厳しいから。ジャンプが早いの。ゲイオ、ナイス。いまいましいラースをね、味方がやってくれましたね。やばい距離にいる。これ使ってる人全く見ないんだよ。なんでスキルの使い方をね、模倣することもできない。自陣にこもりながら、じゃアシストでもいいからね、ポイントをなんとか得ないと。あ、いる。これどうやって使うんだ。あ、これダメだ。ってくるかな。怖い。怖すぎる。これ耐久力紙だからね、ちょっと。よしよしよし、あれ、よし、倒した倒した。あれ、まだいるまだいる。嘘。厳しいって。倒そう倒そう倒そう。翻弄していこう翻弄していこう。いいねいいねいいね。全然当たんないなこいつ攻撃。ありがとう。相手なかったら死んでたかもしんないね。ナリファイってなんだ。ナリファイって、バックプッシュ効果。いや、ナリファイだな。まとめて当てれば強いよな、当たれば。当たんないけど。翻弄していく。こいつ翻弄系のキャラかな。動き速くてバックできて、
ジャンプがなんか、あれ、なんか言ったな今。これダメージ、あ、結構あるな。よし、こっちこっち。あぶない、あいつ近寄ると L1 による近接ダメージあるからあんまり。あれどこ行った？こっちか。後ろからだと L1 でいいの、 L2 でいいか。なぜ俺に気づかない。倒せ倒せ、よし出よう。あれ、ちょっと待って待って待って、無視してったな。案外案外いいね。ちょっと何やってんの、あの二人助けに。あれ両方死んだ。なんで両方死んだね。そうか、死にかけで追いかけっこしてたんかな。ダメージが心配なほど少ないのが、なんていうのかな。何の音なんだ、入ってってる音かな。んー、こっちね、4人いるから、ちょっと中央側行こうか。この辺にいたはずなんだけど。あ、いたいたいた。ダメだ。こっち来てくれ。あれ、奥行ったかな。奥行ったね。別に奥行ってもやることってないと思うんだけど。でもこれが先般になっても困るな。死んだね。あ、でも奥、そうか、タレットとかあるから。行ったら死ぬよね、普通に。プレイヤーでも。こっから行ける？あ、行けますね、全然。撃たれてる。誰に？俺、裏勝った。あいつか。オスカーね。引きましょう。ここら辺でちょっと。ナリファ発動すると、オレンディのシールドが即座に回復始める。よし。トリッキーだな、こいつ。でも楽しいですね。透明になってるが。見えないことはないのだよ。結構いいね。おお、ぶらぶら。いたんだ、いたんだ、いたんだ、いたんだ。うわー。ナイスかな、味方のね。ナイス。こいつ強いな。下のやつが3-0。やりますね。ギアまだかな。あと、あとまあ100貯めようか、えて。押してるのかな？押してますね、一応。あ、やば。やーだ、シールドが一気に持ってかれた。走って逃げよう。こっちこっちこっち、落ちてったね。落ちてった、降りてったか。離脱してもな。もうちょっと欲しいな、アクション。おー、倒した。 R1 強いですね。奇跡の一発的な感があるけど、回復のギアつけて、これでね、ガンガンいけますよ。だからまだレベル3か、低くないかもしれない。間違えた。前にも移動できるんだ。ああ、そこにいたんだ。すごいな、あいつ。これは、よし、何も入らなかった。こっちから裏取れるんじゃないかな。この辺にいるんだよな。よしよしよし。あいつ来てんな。
これ強いけどね。敵をやっぱ誘い込んで R1 で攻めるっていうのが一番ダメージにはなるか。その辺敵いなかった。いるね。アシスト、アンタッチャブル。なぜ味方がマッチから抜ける。勝ってるのにな。よし、だいぶ今ので入ったね。あと200くらいか。こっちにはいないね。これ強い強いな。レベル上がった。引こう。敵はどこにいるんだっけ。右全然突破できてるから攻め放題。でもね、何かタレット的なやつがいっぱいある。これ壊せれば大きいね。誰も来なかったな。逃げる準備はしてたんだけど。あ、味方戻ってきた。そう、これね、抜けても同じゲームにしか再接続できないから、戻ってくるかゲームやめるしかないっていうのが確かあるんだよね。で、抜けると何がしたいんだ。やばいな。なんかシールド張ってんだよ。こう威力の低さね低すぎる。やめて、戦いたくない。あー、ダメだ。2対1対1ならまだいけたなーってか、引けばよかったかな。引けたかわかんないけど。いや、レベル欲がいるね。この人強いんだろうな。このキャラクターが強いんですよね。あいつもいるだけでね、なんて必須のキャラクターですね。レインボーシックシージのルークのような必須の。あれ、引けない。あ、倒した。ちょっと意味が分かんないですね。まあまあ、何かがあって死んだね今の人は。 R1 当たる前にやってる気もするけど。さあ、結構もう勝ち試合強化しようか。ギアをねつけましょうか。シールド貫通きた。ここの上にいるから登れ。よっしゃ、アシスト。ここでね振りましょう。シャドウファイヤーピラーを発動するとナリファイのクールダウン時間が短縮。三角ボタンの技が増えたか。使ってみないと分かんない。うわ、強っこれはいいですね。キャラアビリティが強いな、こいつは。逃げて逃げて。やべ。ああ、どこ行っても敵がいるんだけど。ああ、透明になっても見えるね。全然。後ろ後ろ。ナイスナイスナイス。お、もう時期だな。押してるな。これはそうか、お金がないか。いや、このモード好きだ。こっちの方が好きかもしんないな。
わ、めっちゃ来てる。The enemy has deployed a giant minion. Destroy it. よーし、レベル上がった。三角はどうやって使うんだろうね。まっすぐ飛んでいくから敵にロックオンしながら画面をしながらこっちが当たらないよ。当たった。逃げて、あ、こっちか。当たってんのが不明すぎる。いや、今はやるべきじゃないか。味方どこ行った？誰もいないんだよ。撃たれてるような、こっちじゃないか。さあもうすぐこのミニオンを運ぶか。あいつをなんとか。うわ、垂れときやがった。運べれば、あそこから出てくるから、タイムラック。後ろ後ろ後ろ、どこ行った？移動しよう。また置いたな、敵のじゃん。隙がありすぎるね。いて、こいつに1対1なら勝てる気がするんだよな。逃げ惑え。追いかけるには下行くしかないから、まあいいでしょう。よし、こっちね、誰もいないな。よっ、勝ったね。よしよし、いやー、このモードも楽しいですね。基本的にやっぱミニオンが重要なゲームか。でも結構入れられてんだよな。まあ、こっちはですね、もう一個のモードよりはワンサイドゲームにはなりにくいような印象ですね。まあ、攻めてる方面が2箇所あるから、どっちかに人数が寄っちゃえばね、片方は落ちることになるんでね。まあその辺はよくできているなと思いましたね。いや、これ楽しいな。そこでね、モード2つのプレイも完了しましたね。成績はスコア20じゃない、これ15か。まあまあでしたね。本当にまあまあでしたね。必要条件を満たし、あ、できるの？じゃあ条件が合えばできるのかな。さあ、いろいろね、まだキャラクターいるんだけど、ピースキーパーのキャラクターでマッチ5回勝利すれば解除できるのか。もしくはやっぱレベルを上げるか。ピースキーパーのモンタナ？モンタナなの？ちょ、見てみよう。2つそばに残ったっけ。あ、ピースキーパーのモンタナで5勝すればいいんだね。もしくはっていうのがあるはず。もしくは、オスカーマイクでもいいんだね。なるほど。ナイトアドバンストの全ストーリー。厳しいな。ミニオン800体倒す。ガリレアは簡単そうだね。さあ、ちゅうことで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。